おはようございます。おはようございます。渡辺です。原口です。おはようございます。おはよう。ジゲさんです。あ、ジゲさんなんですね。はいはいはい。知らなかったの。ということでね、まあ今度がね、遅れてるってね。3人集めといてね、朝っぱらから。ちょっと腹口が多くでしたね。いや、私なんかね、毎回ね、あいつね 100% ね、来ないんですよ、その時間通り。毎回なんですよ。穏やかじゃないの。穏やかじゃないの。穏やかじゃないですよ。何ですか、コメントは。何ですか、コメント。じゃあ今日のですね、ステッカーですね。今度に対するその遅刻癖を直す方法ですね、今度に響いた人ベスト3に、ステッカー。いや、多いな、3人。いや、もう直してほしいな、あいつにはもう。30歳超えてんだよ。社会。どうも、こんばんは。今日ですね、11月4日ということで、間もなくですね、朝9時に差し掛かるんですが、遅刻しまして、あれですね。いましたあれが、本日のパーティーですね。なかなかね、まあほとんどの確率で遅刻してるんですけど、まあまあね、優しいんでいつも許してくれるんですよ。はい、ということで今回はね、まあ前回のですねリベンジを果たせたらいいかなと思うんですが、やっていきたいと思います。回してるわ、めちゃカメラ持ってる人だって。謝ることあんだろお前。みんな渡して。申し訳ない。いや、ようやっとね、今度来ましたけど。えらい怒ってたよ。もうどう見ても怒ってる。えらい怒ってた。俺だけならまだいいけどさ。みんな渡してさ、寝坊したくて。家引っ越せんのすぐ。めちゃくちゃ怒ってた。GKだね、渡してさ。今ね、順番間違えますね。もうひたすらもう待つだけだと。ほんま人気10分抽選いいですね、パラリングが。パラリングよね。めちゃくちゃいいですね。これは OK 押さない。 OK です、OK です。まあ、押しても押さなくても、そうだよ、こっちでも。本当にスニーカーズ慣れてない。マジでやんないです。スニーカーズやってるスタッフさんとかいないんですかね。あ、やって、でも10時に出社なんで。あ、なるほどなるほど。通勤中にやってる人たちがいるじゃない。あ、そっか、10時なんですよ。アトモスで俺ぐらい遅刻したらどうなります。とりあえず小島さんに めちゃくちゃ詰められます。小島さん詰められるの。小島さん詰めるっすか。小島さんが、お前ちゃんとしっかりしろよ。俺ちなみに小島さんとお茶するときも遅刻しましたよ。そうそう、毎回。どんな目上の人でやっても絶対遅刻する。元木さんでも遅刻した。そう、元木さんでも遅刻する。俺本名さんでも遅刻しました。やばいって。まだ来ないですよ。なんすか、アクアノイズ。アクアノイズってかっこいいね。アクアノイズ、そんなバンドいたよね。アクアタイムズ。アクアタイムズ。ちょっと渡辺行けるけど、歌いよ。すごいな、しんどいノリやな、朝から。朝9時やぞ、お前。もうね、10分ぐらい経ちますけど、まだ来ないってことは、これはもうアウトの可能性が並びに行くしかないっていうこと。どっちにしろ行くんだけど。ね、まあ、そっちの方がね、盛り上がるじゃないですか。当たったらね、なんとも行くんだけど。また言われちゃうよ。え、また。だから、お前らまた、お前ら、あ、パタ言われちゃうよ。俺らが、マジで、ちっちゃいとかなってるけど。だるあ、だるあ、来た、うわあ。ということで、売り切れと。まあ、だからあとはあの並びに行く店舗をどうするかっていう。早めに行くのはもうね、千駄ヶ谷とか。前回が表参道だから、まあ、表参道しかなかったもんね。前回表参道しかなくて、今回千駄ヶ谷もあるという。最近の傾向だとね、表参道の方が数多いそうなんで、まあ、並び人数も圧倒的に多いけど、うん、どうしよう。難しいな、もう決めると。スニアカ男子。さあ、ということで結局ね、表参道ブルー、はい、全く同じ状況でリベンジという感じで突っ込みたいなと思います。あのもうね、列見えてるんですけど、あれこれどうしたんですか。めちゃめちゃ減ってます。これはね、波乱ですね。想定よりだいぶいないです。波乱の幕開けです。安定に見えます。安定に見えます。なんかそう、ぱっと見50ぐらいしかいなそうですけど。ぱっと見50ぐらいっていうことは、ただいまがあと5分ですよ。だって9時55分の状態でこの人数立ったな。
もう並べますか。もう並べますか。いい？一番最後に並んでいいか。もうどうせもうほぼ決断した。ほぼ決断。同じ順番でいきますか。前と。あ、でもいいですか。私。原口、渡辺、ジゲさん、俺。ケンちゃん。あの、なんちゃら TV の。そうそう。あ、大丈夫。全部見に行こうと。はい、大丈夫です。50、はい、お世話になります。さあ、ということで10時になりましてですね、まあ一応先頭が春ですね。そうですね。50、ごつ盛りですね。はい、渡辺が東洋水産ごつ盛り。で、53で、陣形さんが5、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 5
俺はそしたら松井秀喜とか今度55号俺恥ずかしいだろ555とか言って世代丸出しのヒーローセンター出して5号からだよなんで、僕の後ろに1人いらっしゃるんで56人でやると、はい、前回が大体20から25速ぐらいだったんで同じ感じだったら2分の1ぐらいでいけるとは思います。1か 40% ぐらいか千駄ヶ谷何人いるか気になるのそんないないと思うよそんないないどっちなんですかね千駄ヶ谷が多いいやいつもこっちの方が多いですあ、本当ですかこれ誰か当たるのこれ前回確実に当たるわ前回は惨敗だったの、うん、全滅でしたね4人外れるはもうねえな当たるわさすがに4人外れちゃうからオクラってことですよ4人外れたらオクラっすよさあもう進んでますわ進んでる進んでる早いなじゃあもう、はいはいこれも昼飯間に合わないじゃない昼飯間に合わないどういうこと昼飯の時間でちょっと早すぎたさあ、じゃあちょっと早速かな当てます今日こそ抽選楽しい抽選楽しい久しぶりに当てるよ動画内で抽選楽しいこれはもう当たるわよしさあ来ましたマジ怖いいやめっちゃ緊張してきた。やば。大丈夫っしょ。なんか無理な数字じゃないからこう緊張するみたいな。あもう来ますよもう。いいや。22番そこで。おお。おお。23番も。おお。はい。はい。はい。おお。25番。25番。地味やつれ。じゃ。よっとぜ。おお、やったー、全然おお、あ、すみません、ありがとうございます何番12あれ、俺だけ当たってないうわ連番じゃないですか13花具俺が先頭かそうそう僕がギリギリ買えなかった買えるかねじゃあちょっと当たったんで、行ってきますスニアカ男子ということで、行ってきましたですね結果から言いますと王者どうぞこちらへどうぞこちらへどうぞこちらへいや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 ちょっとね想像してた感じと違ったねええもう結構なくてマジえマジかマジで嘘本当に俺入った時にもう 26.5 以下しかないと思いますあ本当にうん27.5 おっしゃありがとうやったねこれで焦った満載じゃないかと思った今雰囲気的にありがとうよかったですねさあよかったねやってきたやってきたあ来たもう一人来たよ来た買いました毎回来たどこにやってるんですかおーワンピースっぽいですねやりましたよでもねハーフサイズ上がっちゃったんですけどマジで意外になかったっすよね26ないですか26がもうねなかったマジっすか買いましたありがとうよかったですわねだから12番で13番で入ってまあまあ上のサイズがもうなくて、ね、だからもう俺のタイミングで原口らもなしでまあ 7.57 とか 6.5 ぐらいしかもないもう6とかもなかったっすね6もなくて結構前から6ないですみたいな聞こえてあれやべえんじゃないかっつって焦んなそれジゲさんが下打ちしてたそれは絶対言っちゃダメいやいや嘘って言わないと認めたくないしてたっすよしてたみたいになっちゃった下打ちはしないけどあだるって言っちゃった一応だから渡辺の 7.5 ねっあとあとはジゲさんのはいいや嬉しいわこれこれをね見てあれ逆かよかったわこれすごいなだいぶちょっと近づけてグーってちょっとやってみてグーでこれだから今回もそうですけど
前回ね、紹介させてもらったやつの内容一緒ですね。これでもマジで色いいよな。カラーリングいいんだよ。そうなんだよ。そうアウトソールのそのなんか小豆色みたいなのが入ってるのがすげえ。そこがここからちょうど落ち着かせる。あ、全くない。そしてこのシューレースも2個ついてるというで、こっちのカラーリングがいいからって今度と話してるんだ。さっきな俺はそっちの方がいい。おい触んな。今回もエアマックスワン P にやってますね。パタの P。 いやマジでいいぞこれ。よかったね。めちゃくちゃ履きまくるこれ。これマジでいいんだよな、アウトソールのバランスも。今年一いいぞ俺の中で。もうほんとはいはい。あ、なんか変わったな、マックスワンの裏。偽物みたいになってる。おい、こっちの元々の従来のはギリギリなのよ。うん、このギリギリこのエンボスみたいなの全部入ってるみたいな、うん、これなんか変に余ってるっしょ。すげえ偽物みてえだ。偽物みてえ。でもインソールの凹凸がめちゃめちゃしっかり。確かにこっちの方がデコボコしてるね。だからアウトソールみたいな感じのエンボスがこのインソールの裏にまで来るようになってる。なるほど。普通インソールってペラペラじゃないですか、うん、はいはい、その差があるな。え、渡辺さん的には、うん、前回のオレンジとこの感じ。あ、絶対こっちの方がいいです。俺はこっちの方がいい。じゃあよかったよかった。これとこれね。だからこっちがもともとついてる方で付属の方なんかなんていうんだっけ。こっちのがでも女の子っぽいよな。確かにな。でこっちちょっと男っぽいよね。なんか女性こっちの方好きそうだけど、うん、女の子こっちなんす。でも俺ね両方良さあるよな。こっちの方が渋い感じは出るよね、うん、でこっちはちょっとかわいい、若い、うん、柔らかさがあるね、うん、ええー、感じ。おもう渡辺のためにね作られた靴と言っても過言じゃないよ。そんなことはない。渡辺え、めちゃくちゃ良くね、うん、普通にすごい。いや、すごい。今年一番テンション上がってるんじゃない。いや、今年一番テンション上がってるかも。うん、スニーカーズ購入確率調査とかあやっていきたいと思います。はい、よろしくお、本日はオンラインサロンと、インスタグラムの、データをもとに確率出していこうという感じなんですけども。はい、もちろん。出る。オンラインサロンのですね、参戦人数が173、うん、はい、覚えてるんですね。覚えてる。はい、そして、ボッテルが43人。お、すごいね。多ない多いな。43割173。さあ24、25%かな。結構約25%。4人に1人だ。4人に1人ですね。あ、まあこれが現場後回しとかになってくると、ここマジ2分1ぐらい。40%ですかね。まあ良かったですこれでね。これいやー良かったですね。いやーまさか。みんなでどうだった？いやちょっと優勢いるの。あ、どうする？あれクック君じゃないですか。はい、前回のリベンジできた。はい、なにどこでしたの。そうそう、ということでね、まあ、本当にいただければ変えたんで、大丈夫だったということで。よかった。まあ、終わりたいな。もうこれでもうマジでパター完結でいいでしょ。いや、まだカラーリングはね、用意しましたもう2個いない。なんかね、見切れてるやつありましたよ、ね、なんかまあ、ワインレッドみたいな、なんかと、あと白みたいなのが噂で。ワインレッド入れたまきこじね。ワインレッドのほうが完全ね。おじさんしかもらっておじさんしかもらっ て, らって分かんねえな。うまい以上。こんにちは計画全然分かってない。おー、ありがとうございます。でも名前と変えました。地球ハロータカ計画です。みんなね、無事パターンを変えたっていうことで、パタパタね、ピーパタみたいな感じでね。あのマリオでピーパターン。あ、ピーパターン。そうそう、マリオで。こんな説明しなきゃいけない。はい、それではね、皆さんバイバイチューボヨヨンってことだよね。なんかあの沖縄行った方からいただきましたんで、あらしゃー。3、2、1。はしゃいでますね。やばいね。いや、めっちゃカラーリングいいじゃん。いいよな。やったぜ。あ、それ俺のポーズぐらいダサい。やっぱね、大人をこうも動詞に変えさせるスニーカーってやっぱいいですね。いや、でもこれは前回ね、俺と原口が提供いただいてるから、これ渡辺にこれプレゼントして、やった、ありがとうございます。これで3人ともね、ありがとうございます。そうですね。これ履きまくろ。
吐きまくって、それは吐きまくるよ、それは堂々と吐きまくって堂々とってなんかお前意味深やん確かにオルトハルミツも吐きにくいのかなんかあったんですか